するしない？それでは今回の匠見ていきましょう。それではトン4曲一本バー開始してください。皆さん手配を開けてください。さあ親は流れました。ここまでまだ耕し足りないとおっしゃっていた須田さん、今回ドラはシャーペーチャでございます。おーいいじゃん、70点ぐらいのハイパーになった。これ70点ですか。今回も自配じゃないとなると何から打つんだろう。で1万ってもうはっきり分かる。あ、もう2万ですか。はい、今回のってどういう方向に行きます？あー痛い。これどうします？僕はね、はい、第一つもに生きてるんですよ。第一つもに僕は生きてる。第一つもがこのチーピンかスーソーか7万に関連してくれればこの曲は GO。 うん、チューは切れない自配さんが来たっていうのはもう修行ですね。相当ダメな曲になるぞっていう、こう予告なんですよ。予告。え、第一だって予告。第一つも。第一つもって予告なんですか？そうですよ。知らなかった？いや、知らない。今まで誰もそんなこと教えてくれませんでした。大ゼロツモ知ってる？大ゼロツモ？これ第一ツモでしょ？はい。大ゼロツモってあるわけですよ。何ですか、それ。だけど今自動ハイパイなんで、そうですね。上がっちゃってるから、自動ハイパイでやらない方は、ちょんのハイ。はい。あれが大ゼロツモ。あれと第一ツモが、フィットするっていうか、手配に。そういう曲は GO なんですよ。で、大ゼロツモも第一ツモも、ジージーって時あるじゃん、バラバラ。その時はもう引き気味に打った方がいい。じゃあ今回引き気味ですか？一応これ何シャンテンですか？何、数えるのも嫌だって？数えるのも嫌ですね。なんかもうここどうしますって感じですもんね。チートイツの4シャンテン。早い、さすがチートイツマスター。だけどこれね、全部こう伸ばしてって初めて、ターツターツターツ埋まる埋まるですから、はい、ターツターツターツ埋まる埋まる、5シャンテンですよ。ね、だけど、孤立してる範囲が優秀なんですよ、これ7万と。そうですよ。ね、あとこれ赤嘘でも引いてくればいいんですけど、時間がかかりすぎる間にリーチがかかるんで、まあ、受け6割。ああ。うん。前向き進行4割。1段目のツモが優れてて、リャンシャンテンまで来れば、攻める。リアンシャンテンまで来なければ引く。1列目、6巡目、6巡目ということですね。今5シャンテンですから、はい、チートイツは4シャンテンですけどね、はい、だけどこの手はチートイツにしませんから、はい、E1 から切って残り5巡の1列目の間に。そうですね、こういう曲はみんなのその進行速度をよく見てなきゃだ。なるほど。さあ親は、親が初とチューンでしょ。ね、役配になる。よし、2つ確保。安全牌確保。はい、これ 3人分の確保。3人分確保。はい、確保。あと、何は表示牌に1枚あるから。はい。2.5 枚。おぉ、これで確保。3枚も確保できた。すごい、刑事みたいな。いいですね。白。で、白ですね。確保は切らないから。はい。こう3弦、3弦から切ってるから、こんなの泣かれるわけないもんね。はい、あ、ここは白から。色合い的に。色合い的に。じゃあ僕も色合い的に白切っておこうかなって。なるほど。確保はこっちに回す。あ、確保した範囲は左側に安全地帯ですね。で、親が初と初かぶってるんですよ、うん、こういう時はトン切りやすい。どうしてですか？もしポンされたら失敗したよね、初ねって笑えるじゃん。笑える。ほら、くっついた。はあ、じゃあもうさやならって、ポンしたらバカだよって、ほら。ほんとだ、3巡目までにまず。そうそうそう、行って進み、トンも切れました。さあ、いいぞ。これで4シャンテン。はい、4つなくなればテンパイです。いや、でもそう考えるとかなりいいですね。ね、安全パイ。形で。安全パイでちゃんと持ててるんで。ねえ、シャンテン数分だけ。なんだったら赤嘘を来てくれればね、最高なんですけど。すごいやる気で。これは神様がいけって。ほら、リアンシャンテンになった。じゃ、前向きにも、前向きにもでも言っていいってことですよね。あと2巡でリアンシャンテンになれば、ゴーサインですよ、この手は。え、もう十分です、ならなかったとしても。そういうことじゃない。違いますよ、ね。決めてたんでしょ、決め事、はい。最初にありました。耕してる最中は決め事が大事なの。最初のルールでしたもんね。あと2回が空振りだったら、この手はやめる。大事な、あと2回のうちの1回。違う、あと1回。そんな風に。
に思ってやったことありませんでした。あのね、はい、まだいけるんじゃないかと思ってやってる人は甘いの。はい。プロじゃないの。今年9年目です。だってツモが来ないと分かんないじゃんとか言ってんでしょ。そんな可愛く言ってましたっけ、みんな。これでイレアンシャンテンになってくれれば。何が来るか。ああ、残念。はい、この曲はダメ。ダメなんで、運送が安全牌なんで、運送安全牌ですよ。これ4枚確保してリアンスを切っちゃう。え、頭を落としておく。リアンスを切りなんだ。親に想像が出てないでしょ。出てないです。だから先に、お先に失礼。もうこれ、閉店セール始まった。閉店セール。もう本当に閉店セール、早いですよ。もう泣かせもしないしってことですか、後は最後に。そうです。今最後にこうね、リアンソーを3枚見えてるんで、うん、関連層で泣かれて一気通貫とかドラドラとかそういう泣きがないんで、リアンソーでは泣いてこないんで、だからリアンソー切ったんです。細かいでしょ。自身の手はもう、ええ、終わって、ガードハロー。今もうお、これ共通安全牌5枚ですから。今いいとこが通りました。3人にびっくりでしょ。これ5枚もあるのよ。すごい。ということは17順で終わるんで、はい、ペイチャーはここの、ここ5枚切るんですよ、3段目。そうですよね。あとこの5枚をあの親の切ってる、はい、切ってるんですよ、こうやって。例えば3万とか、すごい、こうやって切ってるんですよ。いやでも確かに進んでない。あ、ここでリーチの声、ね、親からドラギリリーチ。どうぞどうぞ。すごく冷静、備えてましたもんね。備えあれば憂いなし。いや本当、やっぱり保険って大事なんですね。保険じゃないよ、方針だよ。骨太の方針が大事なんだよ。入院保険だったり入っておくと安心安全じゃないですか。で、このリーチに小型がどう攻めてくるか、あと、はい、の2人が。このシャーシャーなんで、2人ともドラ合わせましたね。これはあの親の一人舞台になるなっていう感じですよね。じゃあ折り方としては、親のまず親の現物を切っておいて、共通安全牌はできるだけ後に回す。はい、あ、なるほど。ってことはマンズだ。数ワンですね。はい、一発でつむらなかったね。まだまだだね、親も。ちなみにどこら辺が、え、危ない本命、これあの当たり筋になります。4335なんですよ、川が。4335、はい、数字だけで言えば、と、はい、うん、いうことはもう誰が見たって6から上が当たるなっていう。はあ、なるほど。追いかけた。9ピンは通っていない範囲ですが、これは、あ、通りましたね。2件リーチ。リーチ赤一ぐらいじゃないの。リーチ赤一。まあでも、神ちゃんの捨て牌は強い。26ぐらいで追いかけてきて大丈夫。安全牌がいっぱいある。すごい、2人分の安全牌足りてる。あー、積もった。ほんとだ、上ですね。高い。いや、ドッポさん積もり上げました。で、ここで大事なことは。リーチ、ピング、積も赤、ドライ、うん、はい。大事なことは、はい、いいペーコ。今僕のところに8万来たんですよ。そうですね。だから普通親のリーチに一発消すとか、小型同士でやるとかあるじゃないですか。それでも上がれてるわけですよ。はい、地位が入ってても。これは相当親の上がりは 重く受け止めるわけです。今のこの、このツモでも、自分のツモでも積もれてるし、地位が例えば入ってても積もられてるんで、あ、この親は相当強くなるなって。そういう感じで受け止めるわけですよ。心構え、そう思ったら次どうしていくのがいいのか、じゃあ次回お楽しみですね。そうです。なるほど。そして高かったですね。皆さんの手も開けていただきましょう。あ、メンピン赤一でした。リーチ赤一じゃなくて追いかけるには十分ですね。 あそこもいいシャンテンですね。いやーすごい。じゃあ土田さん、本当に今回土田さんの手いいなと思ったんですけど。甘いんですよ。でも確かにね、引いてないですもんね。はい、ここで今は、初めて今の順でリアンシャンテンになっただけですから。そうですよね。はい、あのね、こんなの常識だから、麻雀の。今まで匠ではなかった常識でした。新常識。いやー、でこの後の親は、かなり注意しなきゃいけないんだ。僕だけじゃなくて、はい、小型3人で、テーマですか。あの、落とさないと。これ相当まずい親ですよ。でも土田さんの解説聞いてるとよくそういったワード聞きますもんね。はい、状況に応じての。はい、今その状況に今、陥りそうになり始めてるわけですか。これまずいですよ。やっと4曲続きますからね。次回どうなるんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。